はい二つ目がちょっとこれあのまだ新鮮なネタなんですけどあのふわちゃんが、はい、<laughs> あのあ<ー>ツイッターで炎上しててそれもなんか今日で、ねはい、あのなんかやすこさんっていうなんかお笑い芸人の方になんか引用リツイートでなんかしれみたいなことを書いたっていう,うん、うん、あれはどうどうですかねどう見ますかいやなんか私マジで芸能人のゴシップはほんまにクソほど興味なくてはいなんかどうでもいいなことやってんなとしか思わないんですけどはいはいはい、はい、なんかあれを炎上させてる層が もうなんか、ほぼ女なんか怖いなと思って。ああ、なんかでもツイートしてましたね。そうそうそう。なんか、そっからなんか話派生して、なんか、なんかこう学生時代にいじめしてたやつ、あんな、ああいうフワちゃんみたいな女だったなとか、なんかこう、あれと仲良くしてる指原なりのでも怖いとか、<laughs> みんな好き勝手言ってるけど、そのアカウントほぼみんな女なんですよね。はい,はいはいはい。僕は、なんか自分女やけど、やっぱ女、おりたいって思います。 あ女の人に嫌なところがそうめっちゃ味噌汁にが湧いてくるああいやんか女の芸能ゴシップで女叩くのって大体女な気がするうんなるほどなるほどなるほどでもなんか思ったのがんか陽キャティスが普及協会さんがなんかそういうの炎上ネタとかそういうので怒る人っていうのはその、例えば今回だとフワちゃんに怒ってるんじゃなくて自分の中にいるフワちゃん的な過去あそう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  やっぱりなんかでも確かに女子の世界でふワちゃん的な感じのタイプでまあ人気になってるけどでもなんかやっぱりなんかそれに対して結構周りは一応持ち上げてはいるけどとか指原とかいるから怖いくて逆らえないけどでも内側ではすごいモヤモヤしてるっていうか屈屈した感じをためてんだなっていうのがなんかちょっと伝わってきましたね。 そそう、れからあの人ら結局なんかこう何それで蘇った記憶で過去の自分を生産したいだけで別に彼女たちに興味があるわけでは全くないからなんか究極に自分と他人の区別がつかない人になってる。ああなるほどなるほど結構手厳しいですね <laughs> いやー私は本当にあれ一応嫌いなタイプなんですねああいてるめっちゃ嫌いですねな,なるほどなるほど、なほど。うん嫌いです えでも結構なんかフワちゃんレベルの有名人でさえうん、うん、なんかあれってなんか多分裏垢とでもおそらく間違えてやっちゃったみたいな感じ,じゃないですかでもなんか結構裏垢持ってるんだなっていうのがなんか素朴にちょっと怖いなっていうまあ確かに、ね、小学生みたいな感想ですけどいやでもなんか確かに結構だって地下アイドルとかでもアカウントは全て運営が管理しますみたいなところがあってリアアカとかは全部消してくださいみたいなはい、はい、鍵垢も裏垢も全部消してくださいみたいなところもあるから。はいはい まあ、なんかそういうマネージャーがサボってたのか、まあ、別に好き勝手させてたのかは分からんけどまあまあって思いますよねでもこれもでもなんか難しいですよねなんか芸能人に対してどこまで品格求めるのかみたいな、うん、あ、そうそうなんか有名やからってこう、模範的に成人であるみたいなのめっちゃ嫌いで。 たまに私も言われるんですよアカウントの影響力を考慮してもっとなんかそういうこと言わないでくださいとかはいはいはい,いやお前らが勝手に俺を有名にしただけやんけってめっちゃ思うしでも何か自分は若干違う意見なのかもしれないですけど<れ>結構なんかそのテレビとかでワイドショーとかすごいそうなんですけどうん,、うん、なんかある分野にすごい有名スポーツでもビジネスでもいいんですけどうん、うん、なった人がなんかワイドショーとか出て自分が全くうん、うん その精通してない分野のことに対してなんかすごい見知り顔ですごい言うみたいなうん、うん、僕結構あれが嫌いなんですけどあ私もあれは嫌いです何か、ね、なんか特定の分野で偉くなった人が全てに対するご意見番になるみたいなで,、ねで,ね、でもなんかそれっていうのがそれが正当化される理由っていうのがなんかその芸能人みたいな人はもうすべからく人格者だよみたいな。うんうん なんか、こう、芸能人はこうあるべきみたいな、なんか、そういう、なんか考えが、なんか、あれを許してるのかなって思うと、なんかその芸能人に対する、なんかその、神格化みたいなのちょっとほどほどにした方がいいのかな、みたいな。うん、いや、マジで私も嫌いですわ、ああいうの、別に、なんか、不倫とかもそうですけど、別に。不倫どうでもいい。マジでどうでもいいし、なんか、なんなら、なんでこんな人なんか人の人格をコンテンツ、 にする人、私は知ってる側やけどなんかそれを楽しむ人の心理が全然分からん自分これやってるけど何,何で私はこんな面白がってんねん6の人だってめっちゃずっと思ってるしあーあなるほどなるほど自分だったらあのバカでかいアイみたいな人がいた時にフォローしないよっていういやもう全然多分うざなんかツイート多くてうざくてブロックするか興味ないかああなるほどなるほどえなんかちょっとだけずれるんですけど、うん、バカでかいアイさんはなんか面白いとか ななななんんんかかかこの人を共感でできるみたいななんかないんすかアカウントでだから、ね、もうその人もアカウントはマストドゥームに行っちゃったんですけどああんか前話してましたねそう美術家の長谷川房夫先生っていうあの貴族っていうアカウントをされてた方なんですけど、うん、はいなんかなんだったかの話をしてる時になんか。

全然やったことないから、その先生そこまでして追いかけないなと思って。ああ、まあでも確かにちょっとめんどくさいですもんね。なんかでもめんどくさいんですよ、確か。僕も一回、ツイッターがなんか結構 API が変わって波黒になったじゃないですか。か自分のお気に入りのなんか有料のなんかツイッターのクライアントアプリがあって、使えなくなっちゃったんですよね。で、めちゃくちゃ良かったのに使えなくなったから、うわー、みたいな。で、マストドンとかもやろうとしたけど、結局めんどくさいっていう。うん